緊急です。昆虫好きな人だったらみんな知ってる15年以上ぶり幻のその種類が入ってきたと。初めて見る。マジっすか。いやこれはすごい。10、3、5、10。えはい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが海パンくんです。気づいですよ。気づいか、ちょっと間違えたかな。いやいや、海パンミスったか。海パンってなんで。そうだ、ごめん、水着と勘違いしてて、うん、あ、水着を水着と。そう、そっから海パン。海パンになって、水着なわけないから。水着なわけない。ってなったら海パンかな。海パンもそんなわけねえだろ。全然違うからびっくりした。え、カイダパン王とかじゃないの。カイダパン王って誰。略して海パンでもないんだ。カイダパンはそこまで略せてないわ。あ、嘘。でも名字間違えたのは本当に悪いと思うから、本当この通り。ああ、ええやー、ええ謝罪。いや、でも正直なところはやっぱイズイ呼びづらいから、下の名前がね、ゴンタとかだったら呼びやすいんだけど。おわー、合ってるよ。お前下の名前ゴンタっていうの。いや、そうだよ。あ、スロエすごい呼びやすいわ。いや、なんかゴンタって呼びたかったんだよ。あー、ゴンタって呼べる友達欲しいなってちょうど思ってたから。ああ、じゃあちょうどよかった。いや、ちょうどよかった。あ、じゃあもうゴンタね、解決ね。そうやったらすぐ入ってくるから、うん、よかった。はい、ということでイズイゴンタイイズイって作ってよ。お願いします。ボリュームでかかったな。うん、響きましたね。はい、ということで今日も始まりましたけど、はい、緊急です。これは緊急。はい、今ランバージャックに来ておりまして、はい、はい、あちらね、クラクラスがね、窓の中に突き刺してランバージャックと。ああ、もうランバージャックいつもお世話になってる、はい、もう僕は10年来の付き合いというか、もう長いです。そう、長い付き合いで、うん、上京した1年目の途中からランバージャックお世話になってて、うん、その中でも初めての生態が入荷してきたと。え、うん、その僕がっていうか、昆虫、クワガタカブトムシ、昆虫好きな人だったらみんな知ってる、うん、で男の子は基本みんな知ってるんじゃないかなってやつが入ってきたの。知ってはいるよみたいな存在みたいな。え、それは僕とか。伊豆井も知ってる。知ってるけど入荷してこ来てなくて。おうおう、聞いた話だと15年以上ぶり。そうだから俺絶対に触れることができなかった。お、標本では見させてもらったことあって。おうおう、そうだからもうそういう噂のというか、うん、まあ言ったら幻のその種類が入ってきたと。おいうことで、昨日の夜かな、うん、にツイート上がって、うん、速攻でちょっと取り置きしてもらえますかというので取り置きしてもらってます。ええー、や、うん、あ、そうなんだ。そうでね、まあだからサムネでもしかしたらもう出てるかもしんないし、出てないかもしんないから今伏せてるんだけど、うん、ツイッターの方でランバージャックがツイートでツイートしてて、うん、でその中で、まあ、言ったら引用ツイートみたいなので、はい、三森さんに買ってほしいとかそういうのも来てたようなぐらい、はいはい、ちょっとあ、まあ、僕寄りのやつっていうのが、ね、まあまあまあだからどんなやつかね、イズイもちょっと想像つかないかもしれないけど。全然つきませんね。そう、それを取り置きさせてもらってて、で今ねちょっと店長がまだバタついてて、うん、っていうのも今回南米便、南米便、南米の方の昆虫、うん、クワガタカブトムシを、うん、ランバージャックが入荷したみたいで、はい、その中に1匹だけ15年ぶりにその幻のあいつが入ってたらしい。へえ。そうっていうのがあって、だから南米便もちょっと入ってるっぽいから、うん、そこをちょっとまあ店長が来るまで、うん、ゆっくり見させてもらいつつ、あ、なるほど、いいですね。取り置きした、うん、子を買わしてもらおうかなと思ってます。おー、すげえ、はい、これはちょっとドキドキするね。うんうん、まだ俺も見てないから。あ、そうなんですね。ちょっと店長に挨拶は言ったけど、はい、うん、みおりくんが買ってくれたんだねって言ってたから。今回だから松木オーナーと連絡取って取り置きになったから、はい、そう、その他のスタッフさんもあいつ誰が買ったんですかみたいな、はい、いうのでみおりくんらしいよ、ああなるほどみたいな感じ、うん、でだからもう今日来たのも動画撮るんですかみたいな風にそのスタッフさんからも言われたけど、はい、山口店長がいや撮るしかないでしょっていうぐらい。こいつを動画なしで買うのはもったいないでしょみたいなぐらい結構貴重だと思う。なんだ、うん、気になるわ。気になるよね、はい、だからまあそれちょっと早速、まあ、店長が来るまでの間ちょっとそわそわするかもしれないですけど、はい、南米ビもすごいこういっぱいいるらしいから、うんうん、そこをちょっと見つつ、待ちましょう。はい、じゃあちょっと入っていきます。はい、いやちょっと楽しみだね。全然とさ、うん、こうやって久しぶりにじゃない、この緊急で昆虫ショップ行ってお買い物するってさ、なんか去年もあったな。そうそう、去年のさ、カズミヤへ爆買い、あ、出たで、まあ、爆ドレしたけど、
爆ドレは、まあまあまあ、それ以上はいいじゃん。まあまあ、腰爆発してましたけど腰も爆発したね、確かに腹筋も済まして、はい、じゃあ入っていきましょう。中村さんに、おはようございます。おはようございます。中村さんです。はい、ありがとうございます。いただきました。いただきました。裏ピースしたら中村さんってわかるから、しなかったら偽物の可能性あるから。いやいや、偽物って何？じゃあ今何されてるんですか？今ちょっと南米便の、あ、なるほど、言ってたやつ、値札、値段を多分そうって感じらしいから。ちなみには南米便ってまだ値段とか払われずって状態ですか？そうですね、でももう値段は決まってるんで。あ、決まってはいるんですか？ここにいるやつですか？そうです。お、見て見て、お、すごい、ずらっと、あ、これね、うん、あ、すごいですね。まだ上にもまだ出してない子もいるって状態ですか？これでほぼほぼ出し切って、結構もう若い子とかで売れちゃったので、はい、あー、まあそうか、すごい、待望だった。南米民って、まあなかなか来なかったりしたから、コロナきっかけとかでかもわかんないけど、じゃあちょっと 見させてもらいます。どうぞ。ありがとうございます。久しぶりだ。うわ、すごい、あ、すごいすごいすごい、あ、めっちゃいるじゃん。あ、すごいすごいすごいね、うん、これ、まだ値段は貼られてないけど、はい、もう購入はできるらしい、うん。この動画上がってる時にはもう並んでたりとかしてるだろうから、うん、そうです。まだ僕らも結構早い方やと思ったけど、朝一で来て買ってきてる、ね、そう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 、それが南米便。なるほど。ちょっとね、失礼します。ちょっと見させてもらいます。はい、わかる？イズイ、え、ひなかぶと。お、ひなかぶとなの、わかるんだ。なんかっぽいっすもんね、その丸刈り。おお、マウルガリータっぽさがある。そう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 。けど、わかんない。これ、フンボルトヒナカブトか。なんか聞いたことある。だと思う。俺もこれ今、書いてないから。あ、そうか、ないのか。うん。多分フンボルトだと思う。これも結構珍しい。最初入荷した、し始めの頃とかもう、何十万とかしたりしたけど、はい、今はどんぐらいなんだろうね。が、結構いるんだよ。そうか。あ、いっぱいいる。ほら。これもオスメスペアでいるのかな。すごいすごい。これが、あ、これも小型のフンボルトか。めっちゃいるね。おお、うん。ちょっと今店長の声聞こえるから、一旦ちょっとここで取れたから作らせてもらうわ。あ、ここ、あ、これがメスか。これがメスだ。おお。メスも元気。うん。そう、マルガリータとかそっち系のヒナカブト。なんかヒナカブトも何パターンかいて。待って。多くない？フンボルトの数エグいんだよ。これもしかして全部？これ全部かな。ちょっと、あ、これ全部じゃない？あ、でここに来た。あれ、これなんだ？面、これなんだ？見て、この独特な。お、なんかすごい。ね、面型カブトかと思ったけど違うね。なんだ？ちょっと聞いてみるか、そこら辺も。すごいな。こっちも結構いるな。そのメスかな、さっきのオスの。うん。かな、多分。ああ、でもっぽいかも。うん。あ、フンボルトだ。フンボルトすごいぞ。全フンボルトが集ったかもしれないぐらい。全フンボルト。めちゃくちゃいる。一匹だけライボルトいます。いや、ライボルトいるわけないだろ。ポケモンの。落雷もいないから。うん、落雷もいないから、もちろん。電磁いないから。電磁。電磁がいたらいるかもしれないけど、まあ、電磁がいないからね、このように。そう、今いないから、うん、いや、すごいね。はい、うん、ちょっと俺、確認できたのは2種類だけだったけど、はい、結構、うん、元も貴重と言われたり人気だったりする、はい、南米の種類2匹、2種類、うん、まあ1種類は俺何全然分かってないけど多分人気だろうなっていう見た目、うん、あの感じ、あの太い胸の角と細い、ちょっと刀みたいなさ、うん、頭の角、不思議なね、うん、形だった。そう、もういて、ちょっとやっぱ人も結構まだ早い時間なのに多いね、うん、確かに見に来てるのかもな。ああ、もうツイッターで知ったりして。しかし、うん、確かにね。ちょっとこっちも、はい、そうそう、にぎわってますね。にぎわってるね。見てるの。ああ、なんで他に入ってるんだ。ちょっとまだ裏の方の、なんか中村さんが値段表書いてたやつ、はい、リッキーとか書いてたから、うん、そう、ヘラクレスもいるね。へえ、うん、あ、南米なんだ。そうそうそう、ヘラクレス南米で、まあリッキーが多いかな、南米で入ってくる子といえば。いや、すごいわ、うん、ちょっとだけ空いたから、はい、あ、まあ、ここは飼育個体か、入荷したわけじゃないけど、アヌビス像か、うん、
けど、アヌビスゾウカブト、これもかっこいい。ゾウカブト。そう、ゾウカブト。だけど、フォルムで言ったら日本の国産カブトみたいなフォルムの可愛いやつ。あ、なんか、思ったよりちっちゃい。そうそう、思ったよりかちっちゃい。やっぱもう全体的にでかいって感じ。その7センチ、縦は7センチぐらいだけど、うん、そう見たら、うん、横見たら小ぶりで可愛いとか、うん、丸っこくて。日本のカブトムシパンプアップさせたよな。いや、確かに上位互換みたいな。満月見た日本のカブトムシみたいな。ちょっとこっちも。はい。ここは。あ、でも今いるうちの委託させてもらってる子たち。でもやっぱどんどん減ってるね。後ろまで全部ガーっていたんだけど、うんうん、それも結構いなくなってる。いや、本当ありがとうございます。いや、ぜひ引き続き気になる方、うん、購入してもらえたら、はい、僕が YouTube でクワカブ飼育に使うお金も増えるんで、よろしくお願いします。お願いします。素直だな。いや、やっぱ素直になっちゃうよ。そればっかりは。いや、でもマジでかっこいい子とか、うん、かわいい子いっぱいいるんで、はい、人もすごいけどね。店長がちょっと忙しそうだもんな。店長がちょっと忙しそう。そうですね。南米便、入った南米便 を、うん、のをチェックしてるそのお客さんが。そのなんかやっぱ野外個体だから、うん、その状態、見た目的な状態が良くても、うん、体重が軽くなっちゃってたりとか、うん、やっぱ長旅で餌もあんまり食えてなかったりとか、うん、いろいろあるから。そういうのもある。そうそうそう、体重の感じとか爪のかかり方とか、うん、そういうのをチェックしたりしてるのかな。野外個体、まあ難しいからね。だから結局自然界でもしかしたらたくさん卵産んじゃってる子の可能性もあるし、はいはい、だからそういう子ってやっぱ日本に来て産卵セット組んでそんなに取れなかったりとか、うん、もう無精卵しか産まなくなっちゃった子とか、うん、そういうのあるから、だからできるだけ元気な子みたいなのがいいとはされてるけど、まあまあそうそうね。でもまあそこも難しいところだけど、分かんないからね、うん、その中でもまあ一応自分の納得いく子を見つけるために今多分探してるって感じが、うん、今ちょうどここが人いないゾーン、はい、結構忙しそうだ。張り込みやってる。張り込み、警察24時みたいな感じで店長が悪いことするまで張り込むみたいになってた。だったらしないから大丈夫です。でもまあだからお店も開きながら入ってきた生態を多分並べたりとか値段張ったりとか値段決めたりとか、めちゃくちゃ大変です。今だから今日ちょうどバタついてる日、俺も買いたいやつもいるからさ、普通にその取り置きしてもらった子以外、そうそうそう、そこも含めたらできるだけ早めに突撃したいんだけど、いけるかな。ちょっと行ってみるか。店長に動きがあったんで行きます。24時だな。いいや、24時、うん、捉えた？捉えたよ。いや、カメラ捉えてるよ。ギャルビの中村さんとカネピの、カネピ山口選手がカネピ、ね、あ、お金お金ピースお金ピースって こうやってお金ピース、お金ピースそう、カネピの山口店長が、うん、ちょっと密会してたんで突撃しましょう。普通に喋ってただけだ。ちょ、今日俺楽しみすぎてテンション上がって変なこと言うかもしれないですけど、甘めに見てください。お客さんが、はい、お客さんが来ました。昼間から逃げてる。さっき生態選んでた方だから決まったんだろうね。なるほどね。じゃあちょっと癒しもらうか。ああ、おっ、ああ、お尻が可愛いよな。こっち見て、めっちゃ。なんか、あれ、こいつこの前もずっとこのポーズしてなかった。ね。ずっと飲んでるな。で、もう片方はずっと餌食ってるもんな。あ、本当だ。よく見る光景。うん、なんだ。月一で決めてんじゃないですか。餌か水分か。ちょうど被ってんのかな。担当があるんだ、役割。担当みたい。これが一応デグーか、デグーね。デグー、かわいらしい。あ、うわ、もう癒しだよ、癒しですね。じゃあ癒されたところで帰りますか。いや、そんなわけないだろ。俺の目的は全然消化してないから。そうだそうだ。あ、でもタイミング的にお客さんがお買い物済ましていきそうな感じだね。あ、そうです。そのタイミング、うん、うん。お前、店内動画自体は、はい、これより前に上がってたりするんで、うん、そこでよかったらじっくり、僕も普通に巡ってるんで、うん、それ見てください。お願いします。今回入ったのは
一応今のところ把握してるの2種類だけど、まあ、1種類が何なのかもちょっと聞きたいからね。ああそうですね。で上にもちょっといたから、そう上にまだだから生態棚に並べてない子かな一応、うんうん、もう多少いたからね。それも気になりますね、うん、今日俺結局ちょっと今携帯車に忘れたからあれだけど、はい、多分もうツイートしてるんじゃないかな新しく入ってきた子たち。そうざっくりパーっと。やっぱそういうツイッターで情報知るの大事ですね。いややっぱ大事、そうだから一昔 前だとメルマガとかメールマガみたいな懐かしい、そうあれで登録してる人のもとにバーっていくみたいなのあったけ ど、ね、今ツイッターとかが多いからね、はいはい、そうだからそう気になるショップとか昆虫ショップの、うん、ツイッターフォローしておくのはやっぱ大事だと思います。確かに、うん、フォローしてないと気づかないぐらいのスピードで売れたりするからやっぱ人気の種類とか、うん、この時期とか特に福袋情報とかね、うん、そろそろ出てきたりする可能性あるから。なるほどなるほど、うん、確かにそういった意味では、まあ、概要欄にランバージャックのツイッター貼ってるんで、はい、よかったら見てください。お願いします。お買い物が着々と進んでおりますが、イズイはまだ分かってないわけだもんね。いやそうだってあの2種類じゃないんですよ、ね、あの2種類ではない。そう1匹って言ってましたもんね。まあ1匹まあワンペアになるのかな分かんない。もう、とりあえず取り分けしてってほしいって言っただけだから俺。なんだろう。でも知ってる？いや絶対知ってる。それが分かんないですよね。そうだから俺も小さい頃から俺も知ってる。小学校4年生かな4年生5年生ぐらい、いや4年生かな4年生5年生ぐらいの時にはもう知ってた存在は。分かんねえな。それでももう初めて見る。初めて見る。初めて見る。マジっすか。マジで初めて見るから、まあ、そう生きてるのはね、標本は見たことある。いや分からないな、全然分かんない、ピンともこないですね。あ、まあそうだよな。でも知ってるってなんかちょっと気持ち悪いですね。なんかいやそうそう、だから多分逆にあそうなんですねってなるかもしれない。へえ、そんな貴重なんだみたいな風になるような種類かもしれない。逆に飼育してればしてるほどやっぱ出会う確率は低いかもしれないかな、うんうん、っていうような種類だから、ちょっとレジ並んでみるか。そろそろそうしますか。うん、はい、こっち、はい、レジ前、はい、レジ前です。並んでます。並んでます。いやドキドキするね、うん、レジ並ぶの初めてだからさ。そんなことないでしょ、うん、やっぱそのレジアイス、レジアイス、レジスチル、レジスチル、レジロックに並んで今いるから、うん、いやいや違う違う、レジ違うから。レジメモリ、レジメモリって何タイプなんだよそうだからまあ、あでもレジ前見守りかこれは。だから今レジ前レジアイス、うん、レジ前レジロック、レジ前レジアイス、うん、いやレジ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 うるせえテンション上がってる。テンション上がってるでしょうね。テンション上がってるのと、うん、面白度数ってその比例はしないから、そう残念だけど、うん、どうだろう。いやでも値段も俺実際のところ聞いてはいるから買いますとは言ったけど、結構だからそこで言うと、はい、カズミヤエと同じような衝動かもしれない。もう後に下がれないぐらいというか、はい、っていう状態。カズミヤエじゃないってこと。あ、そう、カズミヤエではない。カズミヤエだったらもう言ってると思う。てかカズミヤエだったら僕知らないよ。あ、そうかそうか、知ってる状態だもんね。そうだ、もうずっと知ってるような種類。イズイも知ってる。で、いやもう、いやだからな、あ、そんな貴重なんだって思うんじゃないかなと思う、逆に。カイロス。いや、カイロスはいるわけないでしょ。カイロス1匹だけ。いや俺が今からサファリパーク行きますって言ったらカイロス期待していい。いやこれマジで、でもどうだろうな、あ多分オーとは絶対なってくれる気がする。そのプレッシャーとかじゃなくて、リアクションプレッシャーとかじゃなくて普通になるんじゃないかな。何なんだ。でも言わずにそいつ見せられたら、え、どういうことですかとはなるかもしれない。え、見たことありますけどみたいな感じになる可能性もある。あ、そうなの。うん、店長の口から聞きたいな、何が入ってきたか。まずなるほど、うん、今日ライブ前に急いできたから、このあとその生態購入して産卵セットも組みたいなと思ってるから、うん、また別の動画でできればそこまで撮りたいんだよね、はいはい、ライブ前にどうなってくるか。まあまあちょっと楽しみですけど、うん、もうそろそろかな、はい、あ、来ました。行きます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。店長さんです。おはようございます。来ました。はい、ちょっと取り置きしてもらってたんですけど、じゃあ、まあ、分かります。取り置きできてますか、ちなみに。今取り置きしてなさそうな感じだったからあれだったんですけど、ちなみにこれは、あ、これじゃあ、なるほど、はい、はいはいはい、じゃあちょっと先に出してもらおうかな、うん、いいですか、見せてもらって。僕も初めてなんですけど。何、ちなみに店長は見たことはありますか。ありますよ。あ、はある、店長はある。うん、店長、一応先に名前とか言ってもらえたりしますか。はい、
ヘラクレスリッキー。はい、ヘラクレスリッキー。うん、はい、ヘラクレスリッキーのブルー個体。ヘラクレスリッキーブルー。ヘラクレスリッキーブルー。あ、聞いたことある。そう、虫キングで。あ、虫キング。めちゃくちゃ一世風靡した。あー、そう、だからヘラクレスリッキーを見たことあるから、はいはい、あるけど、その青っぽいやつっていうのがいて。別なんだ。そう、一応まあ、なんて言うんだろうな、別に同じ種類だけど、はい、タイプが違う。なんて言えばいいですかね、こういうの。変異個体みたいな感じなんですか。上肢の色彩変異、はい、そうね、上肢、その上の羽。おっていうやつ。へぇ、ちょっと見せてもらってもいいですか今。あ、結構めちゃくちゃ元気じゃない、うん、てか、これが、そう、今ちょっとまだちょっとフラッポ水分がね、うん、あれだから、うん、へぇ、蓋の上とか乗せて見せてもらってもいいですか。結構マジで元気だな。なんか強そう。そう、俺初めて見る。だから山口店長にランバージャック2年前に、はい、山口店長の標本コレクションとして、うん、リッキーですかね、うん、リッキーの、うん、そのリッキーブルーを見せてもらったことあるんだけど、うん、それだけだから俺見たことあるの。あ、じゃあ本当にこの、そうそうそう、生きた状態で、生きた状態で。すげえ、うん、確かまだ綺麗な状態で言ってます、まあ、こんなに元気なことってめったにないんですよ。うん、そうだね。へえ、そう、これが15年ぶり以上の。マジで元気だね。もうすげえ。やっぱ弱ってる子が多いんだって。うーん、なんかやっぱ古いのかな、絶対古いっていうか、まあ長く元気、あの、生きてる個体が。なんか一説によると、その紫外線とか日に当たって、うん、まあ、長いこと日に当たったりとか、まあ、いろんな条件で色が、元々の色からちょっと落ちちゃった個体説みたいなのがあって、うん、はい、なるほど。そうそうそう、そう、だからこれが類代で引き継げるかは分かんないんだけど、うん、そう、でもそういう姿の子だから結構弱ってる子が多いから、届いた時にはもうほぼほぼ星になってたりとか、うん、そう、そういう風になってたりするから、そう、そんな中でこれめちゃくちゃ元気。確かに聞いたことあったの。そう、ちょっとずつ色出てきてるね。でも分かる、ちょっとだから青白いって感じ。うん、でこのまた、この傷もさ、喧嘩傷だろうけど、うまい、歴史を、戦歴を感じる。すごい、なんだろうね、このこんだけ傷を負わせるのかね。そうですよね、色気みたいな。ねえ、あ、色出てきてるね。本当、だって130、140近いんだから。おお、結構でかい。これはすごい、ドキドキするな。ちなみにこれはもう、このオス、タンって感じですか。いや、もちろんメス。あ、メスも。そうですか。おお、いや、だからちょっと類代、うん、なんとか成功させたいな。そうですね。え、ちなみに店長はこれ、その生態、生きてる状態に入ってきたのを見るのは何年ぶりとかありますか。自分は、はい、うちが自分に入ってからは初めて、はい、あ、ランバージャックに入ってからは、うん、入ってからは初めて。あ、じゃあもうその普通に趣味で昆虫ショップ通ってた時とか。ジャック時代に見たんだ、はい、あ、それは どこで。いや、ここだよね。あ、ランバージャック。だからお客さんバージョンの山口店長がランバージャックに見に行った時にいた、うん、ランバージャックにいた、うん、で、十何年ぶり、もう17、8年ぶり。やばいっすね、それ。俺が10歳とか11歳。そうですね、僕らが小学生だった。そうそうそう、あの、あの運動場でただ走り回ってただけの時代に。いや、もっとやってた、なんか。それ以来、その時の子は元気なかった感じですか、入ってきてた子。いや、やっぱ古い子だよ。あ、うん、あの、すべてで。あ、うん、すごい、こんだけ元気だからね。まあ、うん、あとはまあ値段だよね。あ、そうだ。あ、いくらぐらい気になる。いや、ちょっと想像つかないよな。うん、そう、だから相場がないから、言ったら、 そのあんまり入ってこないから、うん、17、18年前って言われて、うん、そう、相場もないし、うん、その、まあ、貴重度みたいな部分の値段になると思うんだけど、うん、はい、会計してもらうか。まあ、伊豆も知らないわけだもんね、はい、俺だけが知ってるというか、俺はまあ一応覚悟決めてきてるから。あ、でもちなみにいくらぐらいだと思う。5万。とか5万。まあ、ヘラクレスだから、うん、だから通常のリッキーがいくらぐらいですか。通常でもこのくらいだったら今回は140mm ぐらいのリッキーの野外個体、うん、青じゃないやつ。そう、うん、まあもうちょっと販売してしまったあれだけど。販売してんだ。まあ大体近いサイズだと6万。
6万。じゃ全然超えてるじゃないですか。通常よりも通常より超えてる。まあまあそう、分かんないもんね。そう、値段の分かんない分かんない、飼育してないとね。5万でもね、あ、うん、普通に考えたらだって結構ゲーム機本体以上の値段だったりするもんね。そうですよ。もう完売してるんですよ、リッキーもうペア、このペア完売してます。あとメスタンだけ。あ、メスタンはいる。メスタン、メスタンはいくらですか、ちなみに。メスタンは、まあ、大体3万3万。おー、それもすごい。そうそうそう、まあ、メスだけで産む可能性も、産んでくれる可能性もあるし、他ってなんか別の生態入ってきてたりします。あと今回来てるのが、シボレー夏のカバ。あ、シボレーだ、さっきの見てたやつ。さっきの、うん、あの、うんってなってた。そう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 、うん、あとは消炎ヘリ。消炎ヘリ、消炎。あとはフンド。あ、の3種類が今、うん、あと細かくマッパックでやるとか。おー、うん、聞いたことないやつばっか。そう、だから南米はやっぱ聞いたこと、聞く機会があんまない子が多いよね。減らずの系だった、さっきの。いや、じゃあちょっとお会計お願いします。はい、ついに。いや、これはドキドキよ。こんなちょっとずつ色も出てきてるから、うん、そう。おー、そう、普通の黄色っぽい感じ、うん、とはもう、ま、やっぱ全然違うね。そうですね、うん、綺麗ですね。シルバー系みたいな感じの雰囲気に見えますね、うん、月っぽい。確かに月っぽいね、うん、ヘラクレスムーンの可能性あるな。ああ、よかった。店長が店長がめっちゃ腹抱えて笑ってるから、ちょっと会計できないかもしれない。いやいや。じゃあちょっとお願いします。はい、ドキドキするな。そうですね、まあ、イズイは5万と、うん、まあでももう これは覚悟決めてという感じなんで、うん、あ、出てます。こちらです。はい、え、見える10、3、8、10。え、数える機会ないよ。50万。50万でなりました。ごめん、イズイ、俺はもう帰ってこれないから。帰ってこちょっと長旅、どっか、うん、ちょっと怖い大人と一緒にどっか行かないといけない。ちょっと、この後3万セット作るって。これでちょっと買わしてもらいます。ちょっとこれですね、僕がね、現金とカードでもいいですか。あ、大丈夫だ。そう、だからちょっと今日 ATM 行ってたじゃん。あ、はいはい、そう、そういうことなんだけどさ、はい、ちょっと生々しい時間が続くかも。半分の25。50持ってきたかったところだけど。いやいやいや、すごいっすよ。半々にさせてもらう、はいはいはい、今現在の自分と、うん、未来の自分に払ってもらう。なるほど。お久しぶりの登場かもしれない。え、魔法カード、クレジットカード。魔法カードって言うのか、うん、そう、遊戯王みたいな。見た目は魔法カードだよね。でも実はトラップカードだったりもするから。クレジットカード、確かに。お、危ねえ。危な。優しい店長。危なかった。26だったらしい。危ねえ。よかった。店長めちゃくちゃいい人です。はい、金の亡者とか言ってるけど、はい。あんま数える機会ないから、こんな数。いや、ほんと本当に。給付金ぶりですもん、こんなん見たきっと、残りをカードで。はい。久しぶりにカード使うかもしれない。あ、そうなんですか。そのこのガッツリ。ガッツリ。はい。いや、お待ちもらいました。はい。はい、はい、じゃあこちらがですね、現金なんですけど、あとクレジットは2本。はい、ありがとうございます。50。すごいな。すごい。去年ぶりなのかな、このぐらいのっていうのは。あ、その去年買ったやつ、ね、うん、カズミヤ以来。あ、じゃあメスも見せてもらってもいいですか。はい、はい、メスの背中がちょっとでもね、色づいてればまた比較できるかもしれないけど、さすがにまだ黒いですかね。ちなみにメスでブルーっぽいやつって今までいたりしたんですか。見たことないです。あ、うん、まあ、やっぱちょ、まあ、そもそもの色の面積も少ないしね。あ、はい、それがメス。そう、メス、まあ、まだ色づいてないからあれだけど、まあ、どんどん色づいてくるとは思う。まあ、それもまた別の動画で色味もゆっくり見れたらいいね。はい、すごい元気な。まだメスタンは結構いるんですか。うん、メスタンはね、まだ結構います。おお、買うかもしんない普通に。買うか買わないか分かんないけど。じゃあすいません、これでお願いいたします。
あ、レジ袋。あとで動画外で買うんで。あ、そうです。ありがとうございます。買ってもらいました。はい。まあ、あとはまあ次の動画でいろいろゆっくり引き継ぐことできるのか、うんぬんかんぬんとか含めて話していこうかなと思いますので、うん、はい、すみません、ちょっと忙しいのか、いい、ありがとうございます。頑張って類題してみます。お疲れ様、はい、うん、ということで、まあナンバージャック、まだリッキーは完売しちゃったらしいんですけど、まあ、メスは残ってたりとか、うん、他の種類もいるんで、はい、よかったら遊びに来てください。お願いします。そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。